はい、続けて撮っております、まあ、先ほどご説明したように第二北大通りっていうのがあります。熊谷市走っております。7月21日水曜日午前10時23分でございます。ちょっと最後までご案内できるかどうかですね。ちょっと第二北大通り、あの公家橋の方からですね、終点か分からないですけど、あのその最後のところまで第二北大通りを、はい、走ってまいります。どのくらい時間かかりますでしょうかね。途中信号結構引っかかりそうな気がします。まあ、この先まではですね、あのしばらくはあのスムースに、走っていけるかと思うんですけれども、ちょっとカメラの熱もちょっと持ってるかもしれないので、それからまた電話もかかってくるかもしれませんね。途中で終わってしまうような事態になりましたらご了承いただけたらと思います。青さっていうのは青空、あの空ないかもしれないですね。まあ、青空で快晴に近い、晴れではあるんですけれども、まあ、ところにより曇りということで、そんな天気になっております。熊谷市は、平戸地区ですね。まあ、カメラもやっぱり映ってるのは遠く小さい頃は小学校とか高科学スモッグで、校内アナウンスが流れてましたけど、あれは何だったんですかね。高科学スモッグ、まあ最近っていうよりは、黄砂なんて、まあ、全然あれは種類は違うんでしょうけど、まあ、そういった塵や埃や、その工場からの煙っていうか、まあ、そういった、塵煙状のようなゴミみたいなものが舞ってる飛んでるっていうことなんでしょうかね。私どももこの何年かっていうか、区画整理で、引っ越しをやむなくされた方の片付けとか不用品回収ご依頼がありました。第二北大通り、北大通りがその市役所の前のところに、まあ、それと並走っていうか同じ並行して、
方角的には西東西ですか、西から東になるんですかね、走ってる、まあ、17号もそんな感じですけど、市役所の北大通りと、そして北側のその第二北大通りっていう名称で、去年か一昨年ですかね、開通されております。やっぱりここからが一番の信号多いので、なかなかちょっと最後までカメラ持つかどうかですけども、すいません。はい、熊谷市上野です。私どもちょっとその事業所裏、雑木林までは なってるんですけど、大木並木状になって木がありますね、まあ、そこにいたのか分かんないですけど、中にちょっとちっちゃいクワガタが入り込んでましたね。何かいるなと思ったら、またちょっとそのよく見るゴキちゃんかなと思ったんですけど、じゃなかったですねちっちゃい407まで続いてるんですけれども、4つ信号ありますね順調に行けば5分くらいで行くんでしょうけど、まあちょっと急いでる時にはあんまりちょっとここは使えないですかね。まあその遠回りせずにちょっと時間かけてもの見に行くには、そのあちら側の407を置いてるのがいいのかもしれないですね。朝のうち午前中は、まあ、の大丈夫なんですけど、まあ、あのお昼ですね、正午になってお昼回って、もう本当に上の方から照りつける太陽の照り返し、この日差しの照り返しがアスファルトを熱してですね、でもうこの陽炎のように立ち上るあの熱気がですね、もう歩いてても肌に非常にこうもわもわと、感じられてですね、35度以上になるとそういうような、感じになります。まさにああいう
状況になると本当にこまめにっていうのはもう本当に5分、10分に1回でもその状況の中でいるとですね、水分補給しないといけないかなっていう。第2北大通りですね、距離的に何キロぐらいあるんですかね。まもなく407、第2北大通りと、端っこまで到着するところで、11分ですね。やっぱり、まあ、正確には公家橋の手前の、ベルクさんがあるところの交差点からが本当ですね、ちょっとその200〜300m 離れたところから撮りましたけれども、まあ、この辺も開通したてのところ、まあ、まだそんなに建物建ってないかもしれないけど、この辺はまだ元々あった島村さんとかですが、はい、まあ、この先のセブンイレブンさんは新しい方ですね。ちょっと救急車来ちゃいましたね。徐行をしようとですね、セブンイレブンさん新しいですね。まあ、一番新しく開けた開通した場所ですね。ご案内終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。